こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、YouTube の持ち味ってのは普通の人が発信できることが一つなんですけども、あとはね、双方向性なんですよね。有名人とか、それからタレントさん、芸能人の方、この方が YouTube をやる例っていうのは結構多いんですけども、じゃあね、こういった方に例えばライブ中にコメントを書いて読まれるのかっていうと、読まれないですよね。そしてメッセージを送ってそれに反応していただけるのかっていうと、まあとても無理ですよね。例えば私はこの他の YouTuber さんに向けて動画を撮ることがあります。一般公開で動画をポンと撮るんですよ。そうするとその YouTuber さんはその私の作った動画を見つけてくれて、そして返信動画を作ってくれたりするんですよ。でも仮にですね、私がですね、例えばあの宮迫さんっていう方が最近いるんですけども、有名人芸能人で、宮迫さんに向けての動画をポンと撮ったところで、宮迫さんが私の動画に気づいてくれることはほとんどないし、気づいたところで返信動画を撮るってことはまあ考えられないんですよね。ということで、やっぱり一体感っていうのに欠けるんじゃないかなと思います。割と YouTube を使ってる芸能人さんとか有名人さんっていうのは身近に感じることはできますけども、じゃあ自分の悩みとかメッセージに答えてくれるかっていうと、それはないんですよ。でも皮肉なことにね、再生数が少ない方とか、チャンネル登録の少ない方、もし、まあ、もう言ってみれば有名じゃない方に向けてメッセージを送ると、すごく喜んで丁寧に返信をしてくれるんですよ。そういう意味で言うとね、自分の近くに寄り添ってくれる方っていうのは、有名人芸能人でなくて、本当に普通の立場から普通の見解を出してくれる、普通の再生数、普通のチャンネル登録者数、チャンネル登録で言ったら1000人に満たないような方が私たちのそばにいてくれるのかなと思うんですよね。よくこういうふうなことを言う人がいます。政治家さんね、いますよね。国会議員さん、国民の暮らしが全然見えてないよねって言いますけども、それ見えてないんですよ。国会議員さんって毎日国会議員に行っててね、周りを見るとみんな金持ちなんですよ。綺麗なスーツを着てる方ばっかりですね。ですから私たち国民が月末になったら引き落としになる口座の金額と、自分がお給料で稼いできた金額とか、こうね、大丈夫だろうかとかね、なんですか、資金オーバーにならないんじゃないかっていうふうに毎月毎月考えて、本当にお金をね、大切に使ってたりとか、日々の暮らしの中で節約してるっていう場面は、ああいう人たちにね、全く見えてないんですよ。私たちの景色ってのはスーパーに行ったりとかね、コンビニで弁当が安いなと思ったら買ったりとかっていう、そんなレベルでお金を感じてるんですけども、でもああいうふうな権力者の方って、黙っておけばお金が入る、毎日送ってるんですよね。そして自分はなぜかね、芸能人並みに影響力があって有名人だっていうふうに、こういうふうになるわけですよ。国民の暮らしは分かりません。ということで、やっぱりね、 YouTuber も同じような感覚で見ることができると思うんですよ。私たちはやっぱりまだまだチャンネル登録もないですし、再生数も稼げないと、いろんな形でね、自分の結果に対していつもいつも圧迫感があります。焦燥感があります。そういう方だから一つのコメントが嬉しい、スーパーチャットの100円200円が嬉しいわけなんですよ。だからそういった時に自分のことを気にしてくれる人を大切にするのが YouTuber さんなんですよね。まあそういった形で、戦略的に考えると、なんかね、視聴者さんの本当に一言二言の反応っていうのはものすごく貴重であり大切だなと感じるのがこの YouTube の世界だし、 YouTube をご覧になっている方も有名人の方にメッセージを送るよりも無名の方によりね、身近さを感じた方が、なんか共にいる感覚っていうのはあると思うんですよ。ここがだから YouTube の戦略で使えるところです。まさに有名人芸能人、そういった方に打ち勝つことができるのは、私たちが有名じゃないからなんですよ。芸能人じゃないからなんですよ。ということで、これから YouTube を始めていらっしゃる方ね、ファンが少ないからこそできることっていうのがあります。ファンが多くなるとできないことが出てきます。私も動画についたコメントの返信がもうね、できなくなってきました。毎日200件を超えるコメントがついてると、最初はね、一件一件に必ずコメントをつけていたんですけども、もう今ねできなくなっちゃって、なんですか、ハートマークを押すのが精一杯なんですよ。ということでね、この動画、私のお詫びの場になっています。皆さんコメントありがとうございます。全部読んでるんですけども、返信が追いつかなくなってきました。申し訳ありません。でもコメントいっぱいいっぱい書いてください。たまにね、まとめて返信しますんで、よろしくお願いします。では今回は以上です。いってらっしゃい。